はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、あいちです。今回はですね、夏休み終盤になりまして、改めて勉強とはっていうのを話していきます。勉強って何ぞやっていう、そういう難しい話をするつもりは全然なくてですね、どうやったら成績上がるんだっていう。で、やっぱ成績上げるためにはこの部分を押さえておかないと、基本なんですけどね、これはすごい基本だし、これってベストアンサーはないと思うんですよ。もうこれが絶対的な正解だと、あなたのは不正解ですとかっていうことも特にないとは思ってるんですけど、ただ焦りとか不安っていうのは人のこう、なんだろう、視界というかどんどん狭くしていくんですよね。なのでこういった基本的なところをどんどん見落としがちで、間違った勉強法に走りやすい、そして自信を失っていく、結果が出ないみたいなね、悪循環に陥っていくので、改めて、自分が思う基本的なところにはなるんですが、ここをね聞いてもらって、ちょっと一回立ち止まって、今の自分の勉強法というか状態ってどうなんだろうっていうのを見つめ直すきっかけにしていただけたらなと思って撮っておりますので、よかったら最後までお付き合いください。それでは早速ね、本題に入っていきましょう。で、今回は自分が思う勉強とはっていう、主に2つあるんですけど、それを話していきます。自分がよく勉強とは2つの側面があるっていう話をするんですね。で、まず1つ目は新しい知識を増やす、つまり今まで知らなかったことを知るとか、できなかったことをできるようにするっていうのが、一個勉強の側面だと思ってます。で、多くの学生が、多くの方がこっちを挙げます、勉強っつったら。なんで勉強って新しいことを、できるように接していくわけじゃないですか、みんなもね。で、忘れちゃいけないのがもう一個あってですね、これが覚えたこと、もしくはできるようになったことね、できなかったんだけどできるようになったこと、覚えたことを忘れないっていう。うちら人間はロボットじゃないです。一回、保存したデータが一生残るものではないですね。簡単に抜け落ちていきます、覚えたことが。だからこの新しい知識を増やすっていう面と、覚えたことを忘れないっていう、これがセットになって、いい勉強というか、自分の中ではね、成績が伸びていく勉強になっていくと思ってます。で、ここまではね、自分の動画をよく見てくださる方であればもう分かったよ、ハイチって言いたくなるところなんですけど、今回はこれをちょっと噛み砕いていきます。もう少し砕いていく話としては。で、まずこっちですね、新しい知識を増やす、日々みんなが勉強しているところですね、新しくできることを増やしていこうとしているところなんですけど、ここでまずキーワードになるのが、自分がよく思ってるのはキャパです。キャパシティですね。例えば英語の英単語を覚えようと、暗記ですね、思いっきり覚えようとした時に、皆さん毎日何個ずつとか設定しますか？これは人によって違うと思います。1日10個の方もいれば、30個50個100個っていう方もいるでしょう、いると思うんですけど、まず自分のキャパシティ、つまり1日に覚えることができる量ってどれくらいなのっていうのを把握してますかっていう。例えば仲いい友達が1日30個英単語やってる、じゃあ私も30個やらなきゃって、絶対間違ってるからね、その勉強法。あなたね、あの人とあなたの友達とあなた自身のキャパシティは違うはずです。噛んだ、違うはずです。例えばこの話をするときによく筋トレの話を出すんですけど、筋トレ、腕立て伏せとか腹筋とかありますよね。じゃあ皆さん腹筋ちょっと考えてください。お腹をちょっとね引き締めたいと、夏で太ったしな、コロナ太りもあるかもしれないからね、腹筋をちょっと想像して、みんな今毎日腹筋しなきゃいけなくなったときに何回で設定しますか？これは、男の子女の子の差もあるだろうし、あとは運動をやってる方とか、日々ね、腹筋がちょっと割とある方とない方もあれば全然違うでしょ。でも例えばみんなの友達が運動部です、あなたは文化部、吹奏楽部とかにしときましょう。で、吹奏楽部の方が腹筋ないとは言わないよ、言わないけれど、バリバリ運動してるそのお友達が、じゃあ毎日私は50回やると言ってます、50回設定しますかって、しないでしょ。自分の今自分はこのぐらいだし、腹筋やってみたら実際、辛いわけよ、50回なんて。だからまずは毎日10回から行こうっていうキャパを考えるわけ、自分の中で。同じだから
だから英単語にしても、まあ、社会とか理科の新しい暗記でもそうだし、数学の問題もそうだと思う。勉強時間でもそうかもしれない。自分が1日どれぐらいのペースでできるのかなっていうキャパシティに関してをひとまずもう一回考えてみてください。途中でもね出しましたけど、これね、例えば焦りとか不安ってあるじゃないですか。で、まあ、もちろんこの時期でも受験生ね、当然この辺はもうあると思います。でも何度も言うけど、9月10月11月ってなってったら、もっともっとこいつがでかくなっていくんだよ。今このぐらいなのがどん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 こうなっていく。で、焦りや不安っていうのはさっきも言ったけどね、こう視界がどんどん狭くなっていって、今まで見えてたものがどん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 見えなくなっていく。この辺も自分にとって今できるキャパシティ、適切なペースはこのぐらいなのに、いろんな人の話を聞いたり自分の成績を見て、もうこんなんじゃダメだダメだってなっていって、キャパシティ以上のものを設定してしまう。で、設定してできればいいんだけど、もちろん続かない方が多くなる。続かない、設定したものができなくなるから自信がなくなっていく。あ、ダメなんだ私、受かるわけないっていう、どん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 悪循環で下にこうやって落ちていく。気持ちも何もかもね、そうなっちゃうと戻しにくい。だからそのまずキャパシティがどれぐらいなのかってことを考えていく。それと並行してやるのは、このちょっと消しちゃったけどさ、キャパシティ、これをどん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 大きくしていけばいい。例えば英単語で言うんだったら、もしかしたら今ね、今あなた自身は1日10個が適切かもしれない。20個はちょっと厳しい、正直他の勉強に支障が出る、時間がかかりすぎる、なってるかもしれない。今は1日10個だとしても、それを繰り返していったらいつか20個できる、30個できるってなっていくから。腹筋もそうでしょ、最初は10回しかできなくても、何度も何度も続けて毎日やっていったら20回30回できるようになっていく。勉強も同じだから。だからひとまず今自分ができるキャパシティ、そのペース配分をちゃんと把握する。そしてそれを繰り返していくことで、どん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 増やしていく。勉強が集中できないって悩みもあると思います。自分もそうだし、集中力ないから。で、集中力のコントロールは別の方法ももちろんあるんだけれど、単純にこうやってやれる量を増やしていくことで集中力も増えていくというか、増していくから、集中力もね、これも上げていくことができるので、まず一番として新しい知識を増やすって面に関しては、キャパシティ、自分のはペース配分でどこになるんだけど、ここの把握をまずね改めてやってもらえたら嬉しいです。で、2番のこちらね、覚えたことを忘れないの方にね入っていくんですが、ちょっと話ちょっとずれるんですけど、自分はですね、生きていく上ですごく大事にしている言葉がシンプルっていう、正しく言うとシンプルシンキングって言ってるんですけど、シンプルに物事を考えていくっていうのを非常に大事にしながら生きています。それは仕事でも、まあ、友人関係でも恋愛でも、いろんなものに全部に関わっているんですけど、例えばこういう勉強とかも、勉強法もベストはないじゃないですか。絶対これをやれば全員が成績伸びるってものはないと思っているので、だから答えがないものに対して挑んでいった時って、やっぱり答えがないから、いろんなものの情報を収集することによって、なんだろう、わけわからなくなっていくんですよ。で、わけわからなくなっていったり、選択肢が増えていくと動けなくなっちゃうタイプなんですね。どれがいいんだろうって考えて考えてるうちに1週間1ヶ月経ってしまうって。だから どれが必要でどれが必要じゃないかっていう削ぎ落としをして、シンプルに物事を考えるっていうのを大事にしてます。で、だから勉強とはといった時にも、この2つのチェック項目しか置かないようにしてるの。自分の仕事の時もそうなんですけど、だからまずさっき言ったように、こう新しい知識を増やすって方はやったじゃないですか。じゃあこれをね、頑張っていくことで覚えることができるようになったり、覚える、そこに丸つけてもあれだね、覚えるっていうことに関しては自分の中でつかめてきたとね、覚えれるようになってきたと。じゃあその次がもちろんここなわけです。覚えたものを忘れないようにするっていう。で、自分はまあ学生時代に勉強が好きだったかって聞いたら、好きじゃなかったです、基本的には。だって歌聞いたりとか、ごめんなさい、歌聞いたりとか、まあ、ゲームが好きなんでね、ゲームしたりとかしたかったし、普通にテレビ見たかったしね。だけど、まあ、やらなきゃいけないじゃん、勉強っていうのは。まあ、でも俺はね、そう思ってたから、やらなきゃいけないものだから。で、やるじゃん、何分とかさ、何時間かけてやったものをさ、忘れるってもうめちゃくちゃ意味が分かんなかったの、自分の中で。なんて非効率なんだって、一回やったのに。だから極力頑張って時間を設けて覚えたんだったら、それを忘れない努力をしようって考えたわけです。で、冒頭にも話したように、うちらは人間ですね、保存したものが一生残るわけじゃないです。簡単に落ちていきます、覚えたものってのは。みんなが思ってる以上にすぐ忘れるから。だからその覚えたものは、まあこれはね、もうみんなが想像してる通りですけど、キーワードは反復です。繰り返すって、
繰り返して短期記憶、例えば今覚えたものをこうやって頭に覚えましたって短期記憶って言うんですよ。それが長期記憶、1ヶ月後、半年後、もっと言うとみんなが言うんだ、受験本番の時だよね。受験本番の時に覚えていれるよ、その長期記憶まで持っていくかどうかが勝負になります。で、短期記憶を長期記憶に持っていくキーワードはやっぱり反復になる。じゃあ反復って何回繰り返せばいいのとか、いつやればいいのって話なわけです。それを掴むんです。これも例えば自分だったら、まあ覚えるじゃないですか。英単語でも数学の問題の解き方でもそうですけど、覚えた時になんとなく勉強を繰り返していくと分かるんですよ。例えばこれって多分明日危ういみたいな、明日の朝をやった時にも覚えてねえんじゃないかなとかと思うわけ。でも例えば勉強しててなんかこうしっくりくるというか、すごいストンって入ってきた感じがした時って、あ、これ多分割と持つかもなって思ったりするの。だから勉強したもの、例えばこうやって、まあ、勉強しますよね、ノートにした時に繰り返す、まあ、反復する必要があったら、これは一例ですけど、ノートの右下の時に、右下の場所に、例えば今日8月投稿したの17だから、17?16? わかんないけど、じゃあ明後日の19日に確認が必要だからその日にやろうとかってメモしておく。まあ、ノートにメモしてもいいし、その勉強一覧みたいなのを作ってさ、今日これをやりました、それ矢印を引いてこの日に復習しますよっていうのを書いておくんです。それをもちろん最初さ、ベストタイミングにはならんよ、ならんならん、そんなにさ器用じゃないから、俺もそうだけど、ないはず、器用な方は申し訳ないけど、だからずれるかもしれん。8月19って設定してやってみたけど、うわめちゃめちゃ忘れてるじゃんわみたいな、だもっと早くやらなきゃいけなかったんだなってなるかもしれないけど、それも経験値だから、そうやって経験値を積み重ねていくことによって微調整が効いてくるわけよ。だん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 すり合ってくるから、すり合っていく、なんかおかしいな、そうってなってるので、まずは反復するタイミングを自分で決める。で、決めたことを絶対にやる。あのね、反復に関しては、反復やんなきゃいけないってみんな思ってるから、基本的に多分100人にアンケート取ったら95人がやんなきゃいけないもんだって言うから。でもやる人っていうのは多分10人もいかない、反復って。それぐらいに差が出るとこなの、ここって。めんどくさいから、あって一回やったものを繰り返すんだよ、めんどくさいじゃん。もっとさ、私はもっと前に進まなきゃいけないんだって、やることがいっぱいあるんだって、先進みたくなるんだよね。進んでつって覚えたもの全部ダラララって落としていくって、結局いっぱい勉強したのにテスト本番とかにできないんだよねってなりがちだから。だからやっぱり遠回りに見えるけど反復はしなきゃいけない。すげえ遠回りしてる気がするけど、最後に勝つのはこっちだからって思ってる。ただ反復する必要もない、反復する必要がないものもあるはず。それはみんな自身の判断よ。だからひとまずは決める、そしてやるっていう、ここができるかと決めるだけでもさ、多分半分もやんないから、この動画見た方でもやらないって、分かってるよ、分かってて言ってんだから。そう、でもやる方が伸びるってことはもう自信があるから、そこに関しては。だからこれを見てやってくれてね、例えば半年後とかにさ、やってよかったって、あのタイミングで切り替えてよかったって思う方が一人でもいたらさ、俺この動画撮った価値があると思ってるんで、まあ喋ってるわけですけど、ひとまずは反復するタイミングをちゃんと決めて実践するって、決めて満足しちゃダメだよ、いいかなっていうのをぜひやってもらえたら思う、やってみたら嬉しい、やってみてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。長かったよねすいません、もっと手短に話せようと思った方もいると思うんですけど、どうしても今回はちょっと熱量というかね、で伝えたいなと思ってブワッて喋らせてもらいました。まあ1分半ぐらいで喋れる内容だよね、本当はね。サクッとね、ちょっとまとめると、新しい知識を増やすときはペース配分ね、みんな自身のペース配分大事にしてねって。受験はマラソンです、マラソンで、定期テストの勉強は短距離走じゃなくて中距離走のイメージだからさ、中距離走も 800m とか分かんないけど、中距離走もマラソンも最初からもうわーって全速力で走んないでしょ。そうしたら息切れしちゃうから、だからちゃんと自分のペースでやっていってください。で、それを練習していく、まあ、練習とか毎日繰り返していくことで、持久力、勉強における持久力とか暗記力っていうのもどん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 20、30って増えていくから、いいかな。まずは自分の適切なペースで続けていくことが非常に大事です、いいかな。続けていく、で、覚えたものを忘れちゃうのはもったいない、せっかく勉強したんだもん。で、もったいない上に、そのすげえ勉強してるのにテスト結果に出ないんです、得点伸びないんだよ、
時、それが起こってしまうから必ず覚えたものは忘れるものなんだっていうのを前提にして考えてください。忘れるものなの。忘れてもへこまなくていいから、もう一回入れ直せばいいんだから、へこむな、いちいち、いいんだって、みんな忘れんだから。だからその反復して一回勉強したものをね、いつやろうかなって決めます。で、決めたものを必ずやってください。ここまで細かくやらなくてもいいです。やらなくてもいいんだけど、反復しなきゃいけないんだって、繰り返さないと定着はしないんだって。で、そのタイミングをつかむためにはこういうことをやっていって、自分の中でこの今解いたものはこのぐらいで反復すれば大丈夫だって、それが1回なのか2回なのかわからない、それはやった勉強によるから、1回でね、1回の反復である程度定着することもあれば2回3回もあるでしょうね。そういうのを掴んでいって、そしてこの全体で勉強効率を上げて、ぜひ成績を上げてもらえたら嬉しいです。はい、ということでね、本当に長い間でしたが、長い間でしたけど、お別れみたいな、ちょっと長い時間でしたが、お付き合いいただきありがとうございました。少しでもね、参考になれば嬉しいです。はい、ということでまた、でそれでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、お疲れ様でした。